スムーズにできるようにするための動的ストレッチを紹介したいと思います。今日紹介するのは3種目になります。実際に僕が毎日走る前にやっているものになります。皆さんその場で腕を振ってみてください。動いている感じはどうでしょうか。この感触を覚えていただいて3種目今から一緒にやっていきましょう。1種目目です。肩に手を置いていただいて大きく肩甲骨を回します。動作としては1、2、3、4っていう感じです。もし肩甲骨があまり動かないよっていう人とかは動きが少し小さくなっても構わないので自分のできる範囲で動かしてもらえるといいです。で、この1、2、3、4っていうさっきやった動作をこう一連の流れでやっていきます。これを20回いきます。用意ですね。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20。2種目目です。手を下に置いた状態から1、2、ここで寄せます。後ろでグッと肩甲骨を寄せます。3、1、2、3、この一連の動作を、行っていきます。これをまた20回いきます。用意ですね。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20。3種目目は腕を前の状態から後ろにグッと引き上げます。その時にここの僧帽筋という筋肉がクイッとこう上に上がるようにできると、より動かせると思います。で、動かしていくときに、最初は正面からなんですけど、少し上から動かしてみたり、また正面に戻ってきたり、場所も変えてもらえると、いろんなところでこうスムーズに動かせれるようになると思います。これも一緒に20回やっていきます。用意ですね。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20。この最後の種目、僕の動きを見てもらえると、ここがすごい動いているのがわかると思うので、これぐらいできるようになると、よりスムーズに腕が振れるようになると思います。最初、走る動作をしてもらって、確認してもらったと思うんですけど、今3種目やって、動きはどうでしょうか。やった後の方がスムーズに動いている感じを皆さん感じ取ってると思います。なので走る前は動的ストレッチをやることでよりスムーズに腕が振れるようになるので、今紹介した3つをこれから走る前にやってほしいと思います。